皆さんこんにちは。巨人の高橋礼選手ですが、ソフトバンクとのトレードが話題になりましたよね。その高橋選手が5月19日マツダスタジアムでの広島 vs 巨人の試合で初回一挙4失点とまさかの炎上をしてしまいました。そこで移籍と成績に関係があるのかまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。19日の広島戦で今季8度目の先発登板を果たした高橋選手は、初回3点先取してもらった直後に4失点して逆転を許し、1回3安打4失点で KO されました。初回 KO はプロ7年目で自己最短です。前回登板した12日のヤクルト戦では6回8安打1失点と粘投しましたが、先制してもらった直後に一発を浴びて追いつかれます。4月14日の広島戦以来4試合ぶりとなる今季3勝目を逃していたが、この日も6試合連続で小林とバッテリーを組んでマウンドへ立ちます。味方打線は初回坂本選手の敵地2塁打で先制し、萩尾選手の2点敵地打で3点リード。マウンドに上がる前に3点援護をもらった高橋選手でしたが、その裏あっという間に逆転を許してしまいました。1番秋山選手をいきなりストレートの四球で歩かせると、2番野間選手に左前打されて無視1・2塁、3番菊池選手の1ゴロで1・2・3塁となってから、4番小園選手の打球は左翼のライン際に落ちるポテンヒットとなり、まずは1点を失ってしまいます。5番坂倉選手の飛球は遊撃を守る新人伊豆口選手が後ろ向きにキャッチする攻守で2死に目を取ったが、続く6番末金選手に1ボールからの2球目、外角高めスライダーを左中間スタンドに叩き込まれる逆転の1号3弾とされ、この回一挙4失点となりました。この回を33球で投げ切ったが、直後の2回1走者なしで高橋選手に打席が回ると、阿部慎之助監督は代打で秋広選手を告げ、高橋選手は初回4失点 KO という結果でした。高橋選手の投球内容は1回で打者7人に対して33球を投げ、3安打4失点、奪三振はなく、与えた四球は1つです。なお、1号3ランを浴びた末金選手は昨季放った11本塁打中、実に6本が巨人戦という G キラーで、今季も1号本塁打を許す結果となりました。巨人、ソフトバンク両球団は2023年11月6日、巨人アダム・ウォーカー外野手とソフトバンク高橋礼投手、泉圭介投手の1対2の交換トレードが成立したことを発表しました。投手陣の整備が課題だった巨人と右の強打者を必要とするソフトバンクの思惑が一致したのです。高橋選手は正直びっくりしたというのが率直な感想ではありますけど、ここ2年出場機会がなかなかなくて、自分自身もモヤモヤしていた部分、悔しい部分があった、驚きと同時に半分嬉しさもありましたと明かし、一日でも早くチームに溶け込んで来年の戦力になれるように頑張りたい。阪神が日本一になりまして、すごい手強い相手だとは思いますが、開幕戦がタイガースということで、開幕戦からしっかりとタイガースを倒してセリーグ優勝に貢献できるように頑張りたいと思いますと決意を語りました。ウアンダースローの高橋選手は2年目の2019年に先発で12勝して新人王、同年の巨人との日本シリーズ第2戦では7回1安打無失点と好投し、プレミア12では侍ジャパンに選ばれて、巨人の中川選手、小林選手、坂本選手、丸選手らと世界一に輝きました。2020年は救援で52登板、今季は1軍で5登板も、2軍では21登板、14先発、7勝1敗1セーブ、防御率 1.24 と復活の兆しを見せました。会見に同席した吉村貞明編成本部長は、先発だけでなくリリーフもしっかりとした経験と実績もありますし、うちのチームにはアンダーハンドのピッチャーがいませんので、阿部新監督も特にそういうどうしても一員に加えたいと、私たちも動きましたと明かしています。今後について高橋選手は、まずはジャイアンツのこと知ってチームに一日でも溶け込むこと、ホークスの時もそうですけど同じ野球をやるのでしっかり打者との勝負に勝つということ、ちょっと野球があんまり好きじゃないなと思った時期もあったので、来シーズンは野球をもっと好きになって経験して少しでも自分のプラスになるようなことを学べていけたらと思いますと思いを語りました。2023年11月、ソフトバンク公式 X に投稿された動画が
ソフトバンクファンの間で話題になりました。福岡県筑後で行われた投手組の秋季キャンプのワンシーン動画を投稿したもので、今季3軍ファームコーチに就任した牧田和久氏がアンダースローの高橋選手を指導している様子が映し出されているものです。牧田コーチはアンダースローの投手として西武、楽天のほかに大リーグのサンディエゴパドレス、台湾中信兄弟でプレーした経験を持っています。2022年に現役を引退し、野球解説者を経てソフトバンクの3軍ファーム投手コーチに就任しました。近年低迷していた高橋選手への指導に大きな期待がかかっていた矢先のトレードだっただけに、インターネットではショックを受けたファンの声が多数見られました。 SNS ではソフトバンクに牧田和久が入閣して高橋嶺のためと言われてたのにトレードもなかなか悲しい、高橋嶺と牧田和久3軍ファーム投手コーチのアンダースロー座談会は何やったん、ホークス牧田和久コーチ翔平は高橋嶺関係なかったんかい、などの声のほかに、ソフトバンクはちょっとフロントと現場がコンセンサス取れてない感じするな、牧田和久がソフトバンクのコーチになった意味って、との疑問の声も見られました。専修大出身の高橋選手は2017年ドラフト2位でソフトバンクに指名されて入団します。アンダースローから繰り出される直球を武器に2019年は23試合に先発して12勝6敗防御率 3.34、2020年には救援に配置転換され52試合に登板して23ホールドをマークしました。今季は5試合の登板に止まり0勝2敗防御率は 10.80 となりました。2024年4月28日横浜スタジアムで行われたジェラセリーグの DeNA 対巨人戦で高橋選手が先発し、4回3分の1を1安打7四球2失点で降板となり、シーズン3勝目はお預けになりました。初回、2回は共に西から四球を出したが後続を断ち無失点、3回は三者凡退に仕留めました。しかし2点を先制した直後の4回は先頭佐野選手に四球を与えると、続く牧選手に左翼線へ2塁打を献上し、これが今季打者延べ97人目で初の長打です。続く宮崎選手にも四球を与えると、楠本選手、関根選手の内野ゴロの間に得点を許し試合を振り出しに戻されました。5回は1死から3連続四球を与えて降板、それでも2番手堀田選手が牧選手を3ゴロ併殺に切りピンチを脱します。高橋選手は先制点を取ってもらった次の回に四球から点を取られたことが反省点です。野手の方に申し訳ない、次は同じ失敗をしないように調整してきますとコメントしました。2017年ドラフト2位でソフトバンクに入団した高橋選手は1年目の2018年は12試合に登板して0勝1敗でしたが、2019年の開幕前のエネオス侍ジャパンシリーズ2019では日本代表に選出されます。2019年開幕後はローテーション投手として23試合に先発、12勝6敗防御力 3.34 の成績を残しパ・リーグの新人王に輝き、さらには第2回のプレミア12の日本代表として世界一に貢献するなど好成績を残しました。巨人との日本シリーズ第2弾ではファンに強烈な印象を残しました。先発した高橋選手は5回まで1人の走者も出さない完璧なピッチングを披露します。結局7回を投げて岡本和真選手だけに許した1安打だけに抑え無失点、日本シリーズ初先発初勝利の快投を見せ日本シリーズの優秀選手賞にも選出されました。球界屈指のサブマリンとして期待されていた高橋選手ですが、成績が振るわなくなりファンからは崖っぷち選手と言われるようになってしまいます。戦力外となっていた高橋選手ですが、移籍後2024年4月7日シーズン2度目の先発で6回まで投げ3安打無失点の好投で移籍後初勝利を挙げました。前回の登板から合わせて12イニング連続無失点、2021年4月17日以来の1086日ぶりの白星となりました。なぜ崖っぷちから復活ができたのかというのも移籍が背景だったのではないかという要因がたくさんあります。阿部慎之助監督は高橋選手に対左打者への攻め方をアドバイスします。そのアドバイスがこうしてか、インコースを意識づけた投球で崖っぷちから一転また輝けるようになったのではないかと言われています。しかし現在初回一挙4失点とまさかの炎上をしてしまい、ネットでは様々な声が上がっています。
さすがに早すぎるだろ。怪我とかではないのか。魔法が解けちゃったね。ヤクルト戦もめちゃくちゃ怪しかったけど、勝手にぶん回してたからな。変則ピッチャーって長い活躍できんよな。もう数ヶ月うまくいきゃこのシーズンも耐えるかと思ったけど早かったな。研究されてしまったか。研究も何も最初から運だけや。慣れられたらこんなもん。プロの打者舐めすぎ。好きな投手が壊れていくのは辛い。泉とかも。打線が弱いチームは大変ね。懲罰交代みたいなことしてさ。堀中川とどこで差がついたのか。満身出身球団の違い。5月15の試合後、阿部鬼門っぽくやれたらいい。思い通りに試合を運ぶ名将。もう終わりだよこのアンダー。今度はしっかりコントロール意識して投げていこうとして四球出しまくるからな。もう終わりや、などなど。高橋選手の不調に早すぎる、やっぱりといった意見が見られました。いかがだったでしょうか。スポーツでずっと安定して活躍し続けるのはとても難しいと思いますが、これからも頑張ってほしいですね。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。